こんにちは、ねむりさくらです。今日はですね、何をやっていいかと言いますと、今日はこれからハンバーグを作っていきたいと思います。ハンバーグを作るんですが、今日の動画はさくらクッキングではなくて、私が料理をするときにどういう風に体を動かしているのかとか、そういう様子をね、お届けしたいと思います。私は四肢体幹機能障害といって、障害を持っているんですが、自立という形でまあいろいろ工夫しながら家事をねやっているんですけど、料理の動画っていろいろ出してきたと思うんですが、あまり細かく私の体の動きについて話したりっていうことはなかったので、今日は旦那さんがお休みなので、旦那さんにカメラマンをしてもらって、まあ細かい私の体の動きとかを撮影してもらいたいと思います。ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、私は普段は外で移動するときは完全に電動車椅子に乗って移動してるんですね。家の中では今はここに手をついて立ってるんですけど、どこか手をつきながらではないと歩けないっていう感じです。で、家事とかは工夫しながらこなしてるっていう感じなんですけど、基本的に膝はこう意識しないと伸びないんですね。片方どっちかこんな感じで曲がってるって感じで、意識すればこうなるんですけど、すぐこうなります。そう、膝があまり伸びないっていう感じなので、なんか力が入っているのか、なんか常にお尻は力が入ってて、なんかキュッてなってる感じです。別に意識とかしてなくて、そう、そんな感じの体の感じになってます。で、キッチンはこんな感じになってて、最短距離でいろいろこう用意できるような感じにはなってるんですけど、アパートで住んでるので特に特別こう改造したとかっていうのはないです。今日はハンバーグを作っていくので、ボウルを出します。工夫してるのは、あまりそのしゃがんだり立ったりっていうのがきついので、この高さでしゃがまずに取れるような位置によく使うものを収納しています。まあ、こうやって手をつきながら、だいたいここら辺に何があるっていうの分かってるので、あんまり見ないけど、こうやって自然にこう手ついたりしながら用意をします。で、ボールでしょ。それからこうやってしゃがんだりするのが大変なんですよ。お肉ですね。はい、よいしょ。お肉を出して、まあ、たまにここにも椅子があるので座ったりはしますが、なんか結構幅取るので、細かく動くときは座らないでやりますね。お肉を入れます。はい、で、ここにゴミ箱もあるので、ゴミ箱捨てたりします。これから玉ねぎを切ります。切るときはここで立ったまま切ります。切るときはここの腰回りをここにくっつけてバランスを取ります。洗い物をする時もこういう風に立つので、なんか足はどっちかがやっぱ曲がっちゃうので、常になんか筋トレしてる感じですね。切ります。料理を始めたのは3、4年前です。3、4年前で、最初の頃はやっぱり体力がなくて、ずっと立っていると疲れてしまって、なんか心臓とかバクバクしてたんですけど、もう最近は自分のやり方っていうのをまあ身について
そんな特別疲労感があるっていう感じはしないです。一般的に、一般的な感じ。私ってこういろんなところこう手つくから、だからとっても手でやると危険なのでビニール袋を使います。であと座ってやってもいいんですけど、やっぱ移動するのが大変なので、すぐここで洗える位置でこれを揉みます。やっぱどうしてもビニール袋使っても手は汚れるので、すぐ洗えるところでやります。で、うわー、この感触がさ、すごいよね。とてもいい感じ。よし。そしてあ、いい位置をつける。おいしそう。で、火、何、換気扇は上だから、こうやって換気扇つける。で、ここを IH 使うときは、まあ、ここに手をついて立ってやるか、あとなんかかき混ぜたりとかするときは肩をつけてなんかこうやってやったりしますね。で、もうだいたいこれぐらいで落ちるみたいなのはわかるから、これでこうやってやったりとかもするっていう感じですね。とにかく壁となんかこういう縁っていうのは重要で、まあいろいろ寄りかかったりして体への負担を減らしながら料理をしているっていう感じですね。障害がない方がこう料理する時ってそんな疲れないと思うんですけど、私が料理するとなんかもうここら辺の足と腰の筋肉全部使ってる感じなので、まあ、もう最近は慣れましたが、最初はすごい疲れました。そうっていう感じ。美味しそうだ。待ちましょう。では今ハンバーグが焼けるのを待っています。で、私はずっと立っていると疲れるので、時にはこうやってここに座って休憩をして待ったりもします。こうやって座ったりすると、ちょこちょこ座ったりすると疲労がそこまで足に来ないっていう感じですかね。はい、ではね、余り物も一緒に食べていくので、昨日のおかずをチンします。チンするときは、まあ、ここ一回出したりとか、ここ出して、だいたいここら辺に溜まってこう来て、こう
ここボタンを押すと開くから、それでこう出すときが結構難しい。出すとき、熱々のものを出すときが結構大変です。ではハンバーグが焼けましたので、ここを使ってこのゴミ箱の蓋、まあ、両手使えないので、まあ座ってやった方が安全ですね。座ってで、まあ、洗い物増やしたくないので一皿に盛ります。1個崩れちゃった。立ってちょちょって盛り付けができればいいんですけど、難しいので、あの汁物スープとかカレーライスとかそういうのは頑張って壁に寄りかかってやるんですけど、結構こぼしたりとか火傷した経験があります。結構崩れちゃった。お、ご飯も炊けた。ご飯も炊けたし、余り物のチームも終わったようです。で、これは、まあ、この座った状態でもこうやって置けるので安心です。ご飯をよそいます。ここら辺が狭いのをどうにかしたいよね。全体的に狭い。でもゴミ箱の置き場所がなくて、そうゴミ箱の置き場所がないという。お腹すいちゃった、お腹すいちゃった、ペコペコだ。暑いとさ、持つところがないのよね。両手で持てないからさ、分散できない暑さを。やけどしかけたりします。ケチャップをしまいます。はい、ということで完成でございます。こんな感じで私はいつも料理をしています。今までで一番ベストな作りで、ベストな工夫をしてできているかなと思います。体にもそこまで負担なくできるのでいいのではないでしょうか。はい、住んでいる場所だったりとか一軒家とかアパートとかでも全然その改造できたりとかできなかったりとか、あと車椅子で家の中を移動されている方とかで結構その工夫の仕方っていうのは変わってくると思うんですが、私の場合はこんな感じでございます。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっとよかったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。